今日はですね、おいしい白飯のお話、お腹が空いてくる時間にすみませんね、私たちだけでいただきますが、七福醸造の白飯を扱っている味と心の白飯名人、早野道夫さんにお越しいただきました。早野さん、どうぞ。すごい、もう皆さんご存知ですね。ありがとうございます。どうぞお座りください。ありがとうございます。葉山さんは七福醸造というのは日本で一番最初に白だしを作った会社なんですね。はい、そうです。はい、でその白だしっていうのが何かっていうと、そもそもおだしに醤油を入れたもの、はい、ね、あの白醤油を、はい、白醤油の中におだしを入れた。そうですね。ということですね。お醤油の会社なんですけども、ね、はい、白醤油、有機栽培の大豆と小麦を使った白醤油にしっかりとだしを入れた。それが七福醸造の白だしです。その中のね、一つにこの鰹節があるんです。北海道の昆布と、そしてこれは鰹節の、はい、昆布を、はい、燻製して、はい、サンドから発生して、はい、寝かして1年以上かけて作ったものです。はい、これあの薄い1枚ですけど、これで大体200円くらいっていう高級な出汁がいっぱい入ってる。あ、食べたことありますか？あの、喋っていいですよ。ちょっとよろしければこれあの、ちょっとずつ召し上がってみてください。はじめましての方、ちょっとこれ出してみますか。皆様どうぞ。皆様どうですか。なかなか食べられない。本来食べるものではないんですけど、食べられるとっても美味しいんです。私やみつきになるぐらい。どうぞ、あの分けて、あ、勝ったね。どうぞ。欲しかったね。じゃあみんなで分けて、みんなでちょっとずつね、ちょっとずつ分けて食べてもね。これが入ってると思うと、あの、違いますよ。お兄ちゃん来てもらって、一緒に香りが違いますでしょ。今ね、もっと隣、ああ、いい匂いって。そうなんですよ。これだけのものが入っている白だしなんですね。これがね。そうですね。いいの詰まってます。はい、濃厚で。はい。あの、皆さん喋っていいですか？はい。あの、今食べるなんとかと思って喋っていいですか？ありがとうございます。白だし知ってるでしょ？知ってます。もう大好きです。てか、ものすごいリピーターですよね。そうです。今日はいただいて、ありがとうございます。これもう初めて買ったみたいな顔してるから、どうしようかと思うじゃないですか。私もあのずっと使ってて、あの、何がすごいかって、それはね、その材料をね、あのご紹介いただくとすごいものなんだなと思うんですけど、とにかく簡単に美味しいご飯がコンスタントに作れるんです。これが、それがもう何より、働くままには、忙しいままには便利なんですよね。助かってます。ありがとうございます。あの、でも何が助かるって、はい、本当におつゆとかでも、はい、もうすぐにできちゃう。あ、嬉しい。なんか不安ですよね。そう、だってお味噌汁にも入れるんですけど、お吸い物なんて、あの、塩加減とかだし加減とかがいつもこうばらついてたんです。それがこの七福さんの白だしに出会ってからは、必ず美味しいお吸い物があっという間にできる。あ、嬉しいんだけど。あの、他のお話はね、唐揚げにも卵焼きにもお吸い物にも炊き込みご飯にもチャーハンにも焼きそばにも、あの、何でも使ってるんですけど、今日は葉山さん、どんなものを。そうですね、あの、本当に簡単に、ね、あの、冷しゃぶに白だしを前に詰めてかけるだけ。もうすぐお客さんにいらっしゃって、もうよく出せるって、もちろん、はい、作ってください。今日はレタスに豚肉の、だからしゃぶしゃぶ、ちょっともう、あの、水にお湯を通して水にくぐらせたものを用意しておりますが、もう冷しゃぶサラダみたいな形で、そう、冷しゃぶサラダですね、いただけるんですよね。で、大さじ2杯ぐらいこれ入れまして、大さじ2杯の、2杯じゃないですか、大さじ2杯の白だしとお水を、お水を大さじ2杯ぐらい、同じ量ですか。そうですね、お水も大さじ2杯。結構ね、濃いんです。濃いんですね。他のメーカーから出てるものもありますけど、これしっかり濃いので、少しずつ使ってくださいね。たくさん使っちゃうともったい
の白だしはあの本当に体に安心な材料を使っているので最後にお尻まで飲めるんですよね。そうですね。はい、はい、すみません。うん、おいしい。本当に簡単なんです。2倍に薄めてますけど、しっかり味しますね。はい、そうですね。あのサラダにねドレッシング代わりで使ってもいいですよね。そうですね、ドレッシング代わりでしたらどんなものでも使ってるだけで、うん、豆腐でも何でも大丈夫なんですけど、うん、はい、皆さんどうぞ。これからの季節いいですよ。
ドレッシングみたい。そう、ドレッシング代わりに使っていただくと、どんなものでも合いますね。サラダ、あの、あれ、サンマっておっしゃいましたけど、それこそカツオのたたきとか。美味しいですね。美味しそうですね。美味しいです。どうですか？まやくん。嬉しい。ビッキーマイク。爽やかで美味しいです。嬉しいです。ゆず大好きで、もう本当にね、考えに考えて、白だしとポチッとゆずとかぼすも入ってるんですよ。だから九州の方のものと愛知県の方でいい白だしとマッチングして、本当にあのラベンジャーも喜んでいただけるようにできております。はい、いや本当にこのマイルドな感じがいいですね。そう、本当にあのうちの息子ってちょっと男の子ってちょっと酸っぱいのに苦手ですか？なんか苦手なんですよ。だけど実はうちの子もこれ大好きで、で普通にあのドレッシングかけるよりは夏の間はあのキュウリでもレタスでもこれそのまま普通にドレッシングとしてかけてます。ね、どうですか皆さん、ゆっくり食べられましたね。私ちょうど昨日冷蔵庫の中のごまだれが3本ぐらい使いたくなったのが、もうなんか女の子としたかなと思って、そういうことなんですよ。あの何本もね調味料を揃える必要がなくなるんです。まずいいですね。それでこれで全部使えますもんね。そうですね。で白だし四季の彩りと、まあ、ゆずたこさえあれば夏は乗り切れますよ。あの冬もですけど、はい、鍋でいいですよ。実はね、私あの正直鍋では使ったことあったんですけど、こういう冷しゃぶとかサラダって今日聞いて早速やります。はい、わかります。お願いします。ね、あのこうやっていろんなバリエーションがあるので、ぜひ知っていただきたいなと思います。あのインターネットで味と心、味は漢字でと心というふうに引いていただくと、心のホームページがありまして、もちろんレシピなんかもいろいろ載っていますし、インターネットでも、あのゆずたぽんも四季の彩り、白だしもね、お買い求めいただくことができます。もちろんあの七福浄土の白だしは愛知岐阜県のそれぞれのスーパーでも扱っていますので、ぜひ皆さんも召し上がってみてくださいね。で、あとあの電話で、ね、注文することもできます。味と心に直接電話していただいて、あの私はいつも葉山さんお願いしますと、葉山さんお願いしますというと葉山さんが出ます。あの待っておりますので、はい、まあ、あの24時間いるわけじゃないですから、たまにいないこともあるかもしれませんが、いらっしゃれば、はい、あの葉山さんが出ていただいて、でちょっと、ね、番組の感想を言っていただいたりとか、ね、使い方がわからないとか、何でもしね、これを何倍で薄めればいいんだっけとかっていうことも聞いていただければいいですか。そうですね、嬉しい、はい、嬉しいですよ。皆さんかけてくださって本当に嬉しいですね。ぜひ、はい、あの電話してみてください。はい、そしてあのこちら白だし料理帳っていうのもね、はい、書店で今販売しております。四福浄土が監修しているのがありますので、そういったところもぜひ見てみてください。電話番号、今の、愛しと心葉山さんにもつながる葉山さんにもつながる、これがメインではありません。注文したりお問い合わせしていただく電話番号はフリーダイヤル 0120-49-0855、 これ携帯電話からもつながります。 0120-49-0855、ぜひ電話の時には CBC ラジオのキラママカフェを聞いたと、キラママ聞きましたというふうにお伝えください。お電話もお待ちしております。ということで、私たち美味しくお先にいただきました、味と心の白だし名人、葉山道夫さんでした。どうもありがとうございました。